埼玉スタジアム2002、曇り空で始まったゲーム、最後の方は雨になりました。前半5分、浦和レッズの先制ゴールをご覧いただきます。ハーフウェイラインから武藤のパス、そして興梠のゴールが決まります。まあこれでも興梠のやっぱ個人能力の良さっていうのがよく出てますよね。はい、まあ、ここもうまくファウルにならない程度にうまくぶつけてバランス崩させて、最後落ち着いて、はい、まあ、慌てて圏内でツータッチしてここでと、まあ、こういうのも逆に渡辺監督したら羨ましいんじゃないですか。そうですよね。43分の仙台です。中野のシュート、いいとこに富田入ってスルー受けた、ここで打てれば本当は一番いいんですけども、ね、まあちょっとね、体の向きもあったんで後ろ使いましたけど、はい、1対0で後半へ、12分の仙台です。石原ね、まあちょっと抜けてくるっていうのは多少予測してても実際難しいしね、ちょっと味方が前で壁になってるしね。そうですね。さらに石原のところです。後半14分、リャン・ヨンギから石原、このドッキリするのはその後マウリシオのクリアボールもあり西川、これは運もありましたよね。そうでしたね。後半24分、これも仙台です。途中出場の阿部拓磨、牧野、ここはよく行きましたね。流し込もうと阿部もしてるんだけども、はい、ちょっと角度をあんまり気にしないで、もうちょっとスピード上げて、とりあえず牧野と西川に触らせないところっていうので、ちょっと慎重になりすぎた分、牧野のスライディングに合いましたし、牧野もよく滑りましたよね。そうでしたね。フルタイムを戦って1対0、興梠のゴールが決勝点になりました。